はい。えっ、ー、と、続きまして、中学生ですね。中学生の皇室、書いていきます。えー、こちらは、締め切り日ね、よく見ておいてください。10月8日なんですよ。で、これは9月の末日までに私の、うちのポストに入れていただければ大丈夫なので、かなりゆっくりです。これは、今回の、あの、毛筆の方とは違いますのでね、そのあたりちょっと注意してくださいね。はい。で、 こちら私は今回もこちらのねえっ、ー、とねどれだっけな0.5のペンですねゲルインクの0.5のペンを使っていますこちらなんですが今はもうちょっと分かりやすくするためにもっと細いものでえっ、ー、と油性のボールペンですねそれでちょっと書いていきますよえっ、ー、とではいきます 文字数少ないので今回も空きがね随分出ると思うのでその空きの感じも見といてくださいね、えー、ではいきます勝利するのは勝利という字ですねちょっとゆっくりめに書きますえっ、ー、と狙っていくのはこの辺りこういう感じの大きさで書きたいんですがその時にどうするかっていうとこうまずこうあの 辺にあたるこの月の部分よりもこう上がってってますよねっていうところを頭に置いてスッときてこういうふうに上にこうふわっとさせるようなイメージなんですこれでだけど横幅はあまり出さないんですよだからふわっとしといてギュッとすぐ止まってで締めますギュッてでこういう感じです あまりこの膨らみもいらないかなっていうぐらいなんですね変だからねこちらをちょっと広くしてあげたいでしょでドンってやったらほらこういう風にちょっとこう落ちていくような感じで打っていいですそしてもっとストンと落としておいて上こんな感じですねそして次はこう上から立てる感じもっと上で12でこの真ん中を こう煮といて次は右側こうしっかりと出してあげるような感じにしてこういうところは少しふわっていましたの分かりますかそして下のラインをだいたい揃えるようなイメージですこの辺。しといてこう跳ね上がった先ここでそこからストーンと下ろしておいてスッと抜くような感じですね。 そしてリですこう横に払ってその先からこうキュッと上に上がってここからこうしといて2等分トンあつながってますよここ脱ぎ辺描く時トーントーンでいいですって立刀ですこの1点目こうしといてそこから跳ね上がってこういうふうに連れていくような感じそしたらこうですねで まあ次が巣に行きたいのでここから上にピヨンって行,く行ってもまあいいんですけど、まあ、自然に行くならまあ横ちょっとこう角度がね次にこう向かいたいなみたいなそういう感じに行ってあげるといいと思いますはいここからキュッと入ってトントンでストンと下ろしたらその先からこうるが入ります するのはのはこういうところこう跳ねた先ここからこうこうしといて早い段階で曲がってあげてこうです。大きなキュッとして。 こういうふうに払ったらここの高さに合わせるようにこう回ってきといてこうですいつもこの左の払いを見て右のこちらのギュッっていう止めっていうのを位置と角度を決めていきますなのでここ目安となるのはまあたい三角形をイメージしてくださいねこういうふうに。でこの左の払いよりも右が浮いてはいけません。 同じぐらいかもしくはちょっと長いかなっていうぐらいを目指したいんです長さとしては。位置はねそういう感じで決めるんですがこの角度っていうのはこちらのこの角度を左のねこの払いの角度をよく見ておいてこれを支えてあげようとするにはどの角度かなっていう感じであの探り探りでいってください。はい木です ふわっとして広く取りますここストーンって感じでこうちょっとねあのねあ何だろう小学校の時ってクイーンって書いてたかもしれないですがふわっとさせていいですこれ徐々に大人っぽくするにはちょっとこうふわっとさせる感じですね。サとはまた全然違いますのでね別物です。さと一緒だと思わないでくださいね。 この硬いインクのこの油性ペン油性,油性ペンっていうと違うな油性ボールペンねこうやってゆっくり描くのには油性ボールペンいいですよねじわっとしないのであのー、うんこう撮影というかこうちょっと動画で撮ったりするのはいいかもしれないですねえ感激だこの缶を見て気づいたことがありますかね 多分普段見慣れてる缶とちょっと違うなっていうのは思ったかもしれない。何がって言ったらここの長さがずいぶん長い。形がなんか違うように見えるなって思うと思うんです。これ缶っていうのは書き方としては書き順ね。まず書き順の話、学校で習うのってこうやってここから多分こっちに行ってどんどんって書いてそこから心にこうやっていくと思うんですよ。 だからおのずとこれっていうのは何か短く終わってていいんですね、うん。だけどこれを見ると長いですよねこれどういうことかっていうと書き順がそもそも違う。こうしてここからのこうしておいてこのまま心を書きます。そして最後にこちらからこういうふうに来てドンドンって書いた字がこれです。 っていう風にあの形が違う時っていうのは大体あの書道であのたくさんあのね良しとされている書き順っていろいろあるんですよ実は。みんなが学校で習ってるのっていうのはえー、っとまあ教育指導要領に基づいてなんだろうけど。 みんなが混乱しないようにこれで教えましょうねっていうのが決められていて、うん、それだけを私たちはね学校で習ってやりますけど実際っていうのはこれもいいよこれもいいよこれもいいんだよっていうのがいろいろあります。なのでまああのー、学校で習うのがこれっていうのを分かっておいてこれもあるよねこれもいいんだよねっていうのを分かっていくのが一番いいです。で 使い分けをすると書き方表情の出し方が随分変わるんだというところも覚えておいてください。でこれを書いていきますが少しこれをこう長めに出しておいてこうですねこうちょっとつながって見えますけどこう来てこうでこのまんまこの左を完成させてしまいます。こうね。 なんかこう左に寄ってる感じですよねで、そこからの上に行きますでグイーンって右側をこう出してあげといて最後にギュッと立ててドンっていう風にするとこちらの字これねかっこいいですよね書道ではこれがすごく多いです、うん、でなんか自分がうーんとイメージしないまま書き出したりすると あれこんなんだったっけなっていう感じになりやすいのでしっかりとイメージをして右側を今描いてるんだっていうのを考えながらこう描いといてはい最後にあ右側じゃないね左側だねこれね左側を描いてるんだって思いながらやって右を最後こう作ってあげるようなだいたいこう三角形だったりこうひし形だったりっていうのを目指すと綺麗なのでそういうところの意識建物を組み立ててるみたいなそんな感じですよね。うんはい で激トントンストーンってきたらこうしてトントンこうで次はいこういうところは立てておきますこちらからこういうところに隙間を空けてあげようとしてくださいちょっとこういうラインできてギュッたはい丸とかないですねで、まあ、手本があるので ね、それを隣に置きながらやってください。そうですこうしておいてふわっとなんかしたのがわかりますかふわっとさせておいてここからキュッと締めていきます。でキュでこうしてそれを守る。 トンでここからストンって降りてるです守る脳はそうこういうねペンあの油性のボールペンを使うとき気をつけてくださいこれ汚れるんですよそれがね私はいつも嫌であまりあの使わないんですがただねやっぱり動画で撮るのはわかりやすくていいかもしれないですね そう皆さんもだからその油性のボールペン使う時はここに何か敷いておいて書き進めるような形にねしましょうはいでこちら用意ではない用という字ですこちら用紙のようですけどこちらがグッときてこうあのすごく勢いのあるような感じにしておいてこちらは同じように長さを取らないですよねこれも行書の特徴です こうしてスッときてこうですふわっとさせて左にはい右に張って次はぐーっと下がっていってこちらはぎゅーっと張って短くって横に引くような感じここからこうようですねはい「い,い」というのはここ。 すっと長いですよねなんかねこの火の部分ね。で横の線ってほらこういうとこ開けるんですだからピシッとやらなくていい代わりにこうして引いたつもりっていう感じつもりでいいんだけどふわっとさせてあげるんですここ。でここが強いんです。はじめ優しいんですよ。 この短いこの距離でそれをやんなきゃいけないので慣れないともしかしたらすごく難しく感じるかもしれないけどスッとやっといたら次もう一回ねやりますよスッこういう感じです分かんなかったら何回も何回も見てください優しくから強く力の感じ、ね、で真ん中を打ったらストンって落としてで もう一回あここからは次はこっちですねギュッとしてギュッとしてこうして中を広く取ってあげてくださいねここをねで12っていう感じです容易でないかそうだね輪が入ってないんだ容易でないうん はいこんな感じですねで中1にしときましょうか中はいでは頑張ってください